皆さんこんにちはいかがお過ごしでしょうかニュークリエーションチャーチの三好昭久です本日もリビングライフのテキストを用いてご一緒に神様の御言葉から教えられてまいりましょう本日は2020年6月11日の木曜日テキストは新明紀29章22節から29節タイトルは契約を破ったことが裁きの理由です。です私たちが永遠の滅びから救われる その素晴らしい体験その意味についてご一緒に教えられてまいりましょう「新明紀29章22節から29節」「後の世代あなた方の後に起こるあなた方の子孫や遠くの地から来る異国人は」 その地の災害と主がそこで起こされた病気を見て言うであろう。その全土は硫黄と塩によって焼け土となり、種もまかれず、芽も出ず、草一本も生えなくなっていて、主が怒りと憤りで覆されたソドム、ゴモラ、アデマ、セボイムの破滅のようなので、 すべての国々は言うであろう。何のために主はこの地にこのようなことをされたのか。この激しい燃える怒りは何なのか。人々は言うであろう。それは彼らが彼らの不祖の神。主が彼らをエジプトの地から導き出した時に結ばれた契約を捨て。彼らの知らない また彼らに割り当てられたのでもない他の神々のもとに行って使えそれらを拝んだからだそれで主の怒りがこの地に向かって燃え上がりこの書に記されたすべての呪いがこの地にもたらされたのだ主は怒りと憤りと激怒をもって彼らを この地から根こそぎにし他の地に彼らを投げ捨てられた今日の通りに隠されていることは私たちの神主のものであるしかし表されたことは永遠に私たちと私たちの子孫のものでありそれは私たちがこの見教えのすべての言葉を 行うためである私がまだシカゴの郊外にあるトリニティ進学校で勉強している時にシカゴの郊外には日本の子どもたちのためにこの補修校というのがありました。 で土曜日にこの現地の学校に行っている日本人の子どもたちが日本語の勉強とか日本の数学とか社会とか勉強するために集まってくるんですけど我々進学生も先生になってにわか先生っていうか僕は資格なんかないんですけど先生になって教えに行っていました。 でその時にこの教頭先生と校長先生は、まあ、本物の先生で日本から来るんですけどある時ですねやってきた教頭先生がですね我々が新学生だクリスチャンだっていうことを発見しまして言うんですよね。僕も実は洗礼を受けててるんんだって言うんですよ。東京のある教会で老人時代に洗礼を受けた。 先生今どうなんですか教会行っておられないんですかって私の教会来ませんかとか言ったら僕はええねん <laughs> 死ぬ前に悔い改めて天国に行くからってそのようにおっしゃったんです。で私はその時にです、ね、あなんてもっったいいななこととやてのか思ちろんですね私たちはいつ死ぬかわからないわけですからね死ぬ前に悔い改めようと思ってたら突然死ぬかもしれないんだからそんなバカなことを言ってる場合じゃないわけなんですけれども。 しかし私たちがイエスキリストを信じてバプテスマを受けるということはこの永遠の裁きから救われたということが私たちの死んだ後のことだけじゃなくて今この生きている時代人生の中で具体的に体験される素晴らしい祝福につながっていくそのことを忘れているんじゃないかと思うんですイエス様を信じたらすぐ天国に行くわけじゃないですしばらく生きるわけですよでもその生きている間も実はこの神様の素晴らしい祝福 これを経験していく、永遠の滅びから救われたものしか経験できない、素晴らしい体験をすることができるんです。で、そのことをご一緒に今日は教えられていきたいんですけれども、ここでですね、このバビロン捕囚のことが書かれています。イスラエルの人たちはやがて神様から離れて、そしてこのバビロン捕囚になっていく。イスラエルの民はですね、この新命紀の時代、へ後ですね、ずっと後になって、そして、 この北はシリアに滅ぼされて南はこのバビロンに連れて行かれるだからこの約束の力ですねこの切り離されてしまうという時がやってくるんですで、神命記はですねそのことをあらかじめですねこの呪いとして描いているわけなんですけれども ですすからです、ね、私たちは24節にです、ね、こう書いています全ての国々は言うであろう何のために主はこの地にこのようなことをなされたのかこの激しい燃える怒りは何なのかっていうふうにしてこのイエスキリフトを知らない人たちイスラエルの民じゃない人たちが言うっていうんですよ。で私たちはですねこれをこのバビロン保守っていうのは一体何なのかっていうことを考えなければならないわけです 私自身がですねこの永遠の裁きというものから救われて解放されたということは、まあ、突き詰めていけばですね私たちはこのバビロン奉仕が表しているような,ようなですね約束の地から切り離されてそして約束の地にはもう神の民がいなくなってそして一体これはどういうことかというようなことは経験しないわけです。しかしですね私たちは実際には滅びゆく世界に使わされていくわけですから。 イエス・キリフトを信じたらです、ね、この世界は滅びていくわけですからこの世界は約束の地なんだけれども同時に滅びていくわけですから私たちは滅びゆく世界の中で私たちは生きることによって神様っていうのは本当に永遠の滅びを用意しているんだということを示していくことができるんです。25節にこう書いています。人々はは言ううであろうそれ彼彼らが彼らががの父祖の神主が 主エジ彼らをエジプトの地から導き出した時に結ばれた契約を捨て彼らの知らないまた彼らに割り当てられたものでもない他の神々のもとに行って仕えそれらを拝んだからだか私たちもですねもうイエスキリストを信じたのに他の神々を拝んでいったらですねこの滅びていく約束の地で生きてるはずなのに滅びていく人と同じようになるってわけなんですよね。でそのの時に私たちはこの エジプトの地、せっかく奴隷の地から解放された私たちがそえこの他の神々に行かないためにはどうしたらいいのかっていうことが問題になるわけです。でそれは私たちが救いというのはイスラエル民族ここで描かれている民族なんだけれどもそれは血のつながりではなくて契約によるんだということを明確にしていくってことです。神様の約束、そ,そしてて突き詰めていけばですね、 あ例えば日本人の地とかユダヤ人の地とかこの何とか民族の地じゃなくてイエスキリストの地による契約によって私たちは救われるということですでこのイエス様の尊い犠牲の地によって私たちが救われたということがわからない限りです私たちは他の神々に行ってしまう可能性をいつも持っているってことです で私たちはこの世界に遣わされてそして約束の地に生き,生きているはずなのにバビロンにいる <laughs> そ,そして私はこの天国に生きているはずなのに滅び,滅びゆく世界にいるそのような中で私たちはなどうしたらその滅びないで済むかといえばイエス・キリストの血潮による契約を忘れない。 あのエジプトから脱出されたイスラエルの民のように私たちも罪と死の奴隷から解放されたその新しい契約にいつもとどまり続けることが滅びゆく世界の中で神の約束の地に生き続けていく永遠の御国を明かしていく第一番目のポイントになるということです。ですからですね 滅びゆく世界に使わされそしてそこを約束の地としてこ,この世界は滅びていくんだけれどもしかし必ず約束の地が用意されているということを証しするんですけれども私自身が滅びてたら仕方ないですから私自身が他の神々に行ってたら意味がないですからですからいつもこのイエスの地による新しい契約によって私は救われたんだ救いは民族じゃない何人だからじゃない。 洗礼を受けたのは仲間になりたかったからじゃない <laughs> イエス様が私の罪のために十字架で死んでくださったそのことがはっきりと分かったからですこれが新しい契約なんですそして2番目は何かというと2番目はですね27節に「それで主の怒りがこの地に向かって燃え上がりこの主に記された全ての呪いがこの地にもたらされたのだ」と書いていますね。で 偶像礼拝をしたらですね神様がお怒りになってそしてイスラエルの民がこの約束の地から切り離されちゃうと、ね、言ってるわけなんですよ。それ私たちがですね まあ同じことですけど毎日毎日滅びゆく世界に生きながらこれが約束の地なんだっていうことを言うためにはですね私たちがこの主の怒りではなくて主の祝福いや自分たちに割り当てられたものではない他の神々のものに使えってフェラーを拝んだからでっていうのは私が他の神々を礼拝するっていうことの中には新しい創造というものがあるということを 分からなかったら他の神々を礼拝するって言うんですよどういうことかって言うとこの世界は滅びていって新しく創造されるこれ創造主を信じているっていうことはやがて復活されたイエス様帰ってきてこの世界を新しくするってことですですから私たちはですね単なる天国じゃなくてこの人生そのものが新しく創造された ということを私たちがいつも経験しそれを明かしていく人があるんです私の結婚生活も私の仕事も私の人生も全部新しく創造されているどうやって新しく創造されるかって言ったら神様の言葉によって創造されるんですよこの世界が教える教えじゃなくて聖書の教えによって神様の約束によって私の人生は新しく創造され続けています そうすると私たちは確かに滅びていく世界に生きているんだけどこの世界は神の国として明かしててされていく新しい契約イエス様の十字架の死による新しい契約そしてイエス様の復活による新しい創造それが私たちの人生の中に明かしされていくときに私たちは確かにバベロン保守はあったでも私たちはバベロンにこの世界に使わされてい,い,いくけれどもそこで「 さらに素晴らしい神様の約束の地がまた約束の地に帰っていくその恵みがあるんだということを明かしするんですそして救いは私たちに神の言葉を実現させるものだということを明かしていきます28節に「主は怒りと憤りと激怒を持って彼らをこの地から根こそぎにし他の地に彼らを投げ捨てられた今日の通り」に書いています29節に「隠されていることは私たちの神主のものである」 しかし表されたことは永遠に私たちと私たちの子孫のものでありそれは私たちがこの三しのすべての言葉を行うためであるとます。つまり私たちがイエス様の神料の新しい契約イエス様の復活のような新しい創造ここに生きるときに私たちの人生の中に明らかにされた神の言葉が確実に実現しているということを証しするんですで。そのことによって私たちは バビロン囚から解放されて約束の地に戻るその素晴らしい経験をもうすでにしていることになるんですだから毎週毎週私たちはですね毎日毎日この滅びゆく世界に使わされながらしかしそこが約束の地であるこの世界がもう一度新しくなってイエス様が帰ってこられるとき本当に神の言葉が実現するそのことを証しするそのために私たちはこの世界に 使わされているんですバビロン星の時にさまざまな神の民ダニエルとか預言者たちが現れてそしてその世の中で主がおられることそしてメシアが来ることその希望について明かしました。 私たちも毎日毎日使わされている場所その場所でこの世界は滅びていくけれどもしかしメシアがおられるそしてそのメシアはもう来てくださったそして十字架で死んでよみがえってくださったんだそのお祝いを私たちはするんじゃないでしょうかですから私たちはもう本当に毎日がクリスマスのように毎日がイースターのように私たちは本当にこのじ私の人生もいつか死んでいくんだけど死で終わりじゃない永遠の希望が与えられているでそのことを 明かしするためにこの世界は希望を持っていないこの世界は平安を持っていないこの世界は勝利を持っていないでも私たちはイエス様によってそれが与えられている。バビロン捕囚でイスラエルの民が求められたことは悩み苦しむことではなくてその年の繁栄を求めそしてやがて主が来られることそのことを信じるように私たちもイエス様が帰ってくることを信じつつ この主の素晴らしい恵みを明かしさせていただきましょう。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、あなたの素晴らしい恵みを覚えて、心から感謝をいたします。私たちは毎日毎日、約束の地から切り離されて、滅びゆく世界に使わされているように感じます。しかし、そのような中にあっても、ここのところに本当にイエス様が帰ってくれるとき、この新しい天と新しい地をもたらす、そのことを明かしするために、 イエス様の父上による新しい契約、イエス様の復活による新しい創造、そして神の御言葉が実現する奇跡の生涯を通して、与えられた人生をお祝いし、この世界をお祝いしていくことができるように。神様どうぞ、今日も私たちを用いてください。主イエスキリストの名前によってお祈りします。アーメン。